はいどうも、ヤーコンです。今回はアノン×ヤーコンのコラボカーディガンを紹介したいと思います。イエーイ、パチパチパチなんですけど、この撮影してるのが今3月6日なんですけどね、もう発売してから1ヶ月半ぐらい経っちゃってるんですけど、もうね、自分の作ったね商品をね、もうどうしても紹介したくて、今回ねこの動画を撮ろうと思いました。もしね、買ってくれた方は着回しの参考にしてもらうのもいいし、まあ、まだね買ってないし検討してるよって方は、この動画を見ていいなって思ったら、よかったら購入してみてください。もうまさかのね、これ立て続けてコラボのね紹介やから、ほんまにもうこいつ自分の商品しか紹介せえへんやと思うかもしれないですけど、僕の作ったものをね、それは自分で作ったものやったら、それめっちゃ紹介したいじゃないですか。してください。てなわけで早速ねアイテム用意したいと思います。せーの、はい、ということで来ました、こちらボリュームスリーブニットカーディガンでございます。でね、これもう2色展開なんですけど、まず1枚目がこちらですね、グレイッシュブルー。めちゃめちゃ可愛い色味なんですけどね、もうありがたいことにね、もうこちらのブルーがもうすぐ完売しちゃったんですよ。本当にね、皆さんありがとうございます。僕もね、こっちもめちゃめちゃ推してたんですけど、僕の推しはどちらかというとこっちのブラック&ホワイトです。これね、デザインが切り替えになってるから、他のカーディガンと差別化もできるし、綺麗め好きにはたまらないシンプルな配色になってます。でシンプルやから意外と切り替えのデザインって合わせるのが難しいんですけど、白と黒っていうね、もうモノトーンでシンプルな色なので、どんなコーデにもねって忘れちゃうんですよ。ほんまにもう。これね、韓国好きな方とか、切れ目好きな方にはおすすめのカーディガンです。で、この袖の部分とかも結構ボリューミーになってて、ビッグシルエットにもなるので、ゆるかわ系好きな方にもおすすめできるアイテムになってます。で、こちら、横にね、サイドにスリットが入ってます。スリットが入ってるから、もうポケットにちょっと手突っ込みたいな、みたいな。ちょっと今、ポケットに手突っ込みたいな、みたいな時にも手を入れることができます。でね、実はでも購入した人もね、気づいてるか気づいてないかわかんないんですけど、ここのサイドのスリットの部分がね、上下でね、前と後ろで長さ違うんですよ。こういうね、ちょっとした細かなデザインのところも実は気を使ってるポイントでございます。ではね、早速ね、もう言葉だけじゃわかんないと思うので、このカーディガン着回していきましょう。はい、それではね、最初はこちらのブラック&ホワイトから着回していきたいと思います。どうですか、着てみました、このコーデ。めちゃめちゃかっこよくないですか、このね、シルエットが絶妙にね、このボリュームのそのシルエットのたまりがね、たまらんですわ。感じでね、白と黒でね、まあ、切り替えでね、その大学生でこの服装してたら正直もうめっちゃモテまくると思います。僕大学生だったら絶対この服装で毎日学校行ってます。でこうテロップで汚いって言われるんでしょう、ね、はい、はい、横から見るとこんな感じ、サイドのスリットがアクセントになっております。はい、デニムパンツと合わせたらこんな感じです。タックインね、僕めっちゃタックイン好きやからよくタックインしちゃうんですけど、タックインしてこの前開けるっていうスタイルもめっちゃいいし、まあ前閉じてみたらこんな感じでね、インナーはね、もし前閉じるときはインナーはシャツかこのボックネックがおすすめです。なんか普通のクルネックの T シャツとかだと襟元がダサく見えちゃうので、僕のおすすめはタートルネックかシャツですね。はい、前閉めたときがこんな感じです。若干ねちょっと大人っぽくなるでしょう。さっきのね、前開けたときはめちゃめちゃ韓国っぽい、どちらかというと大学生向けのコーデだったんですけど、前閉めたら結構一気に雰囲気がガラッと変わるんで、結構ゆったりした緩めの感じの服装になってます。ではね、次ね、カラースラックスと合わせていきたいと思います。はい、着替えてきました。さあ、こちらカラースラックスと合わせたコーデになってます。こういうね、落ち着いた色味のオレンジ、最近めっちゃ流行ってると思うんですけど、黒との相性めちゃめちゃいいんですよ。春ね、色物を使いたい方にはね、この色めちゃめちゃおすすめでございます。横から見たらこんな感じです、はい、こんな感じになってます。僕ね、このコーデめちゃめちゃ好きなんですよ。実はオレンジ使うの
僕あんまりオレンジ使わないんですけど、これぐらい落ち着いたオレンジだったらね、もう白黒と合わせたらめちゃめちゃかっこよくなるっていうことを知っちゃったんで、これからめちゃめちゃこの色挑戦していきたいなと思ってるんで、ただね今年ね絶対入ると思うんで、みんなもね今のうちにチェックしてみてください。この色絶対おすすめなんで。はい、いかがだったでしょうか。さっきはね黒と白のカーディガンの着回しだったんですけどね、どっちのコーデも僕の心の底からおすすめできるコーデなんで、みんなよかったらデート前の方とかね真似てみてください。でね、こっちのグレイッシュブルーのモスの方はね、僕のインスタグラムの方でたくさん着回し紹介してるんで、よかったら皆さんフォローお願いします。ほんまに最近インスタグラムめちゃめちゃ頑張ってますので、よかったらフォローお願いします。でね、冒頭で言うの忘れたんやけど、価格の方です。価格が5900円となってます。でね、こちらのカーディガン ZOZO タウンで購入できるんですけど、 ZOZO タウンで今ねセールやってて、皆さんいくらだと思います？なので、ね、5900円だったら4000円とかじゃないのってみんな思うかもしれないじゃないですか。なんとお値段3960円で今なら買えちゃいます。イエーイ。3960円でね、カーディガン買えることなんて絶対ないと思うから、ね、もう周りと差をつけたい人、モテたい人はね、よかったらこのカーディガン、ツドタウンで、ヤーと見てひらがなで検索したら出てくるんで、みんなチェックしてみてください。というわけで、今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。次回はね、もっとね、面白いね、動画をね、たくさん撮っていきたいと思ってます。でね、よかったらね、リクエストなどあれば、この服紹介してくださいとか、例えばこういう企画やってほしいとかあればね、どしどし僕のインスタグラムの DM に送っていただけると幸いです。でなわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。